はい、えー、どうも。えー、今回ですね、Mac のアップデートをしたら、このレガシーシステムという、なんか、出てきたので、なんやというところで、ちょっと動画撮ってます。<laughs> まあ結論言うと、まあよくある、その、アプリとかが、まあ、その、対応してないよみたいな感じじゃないですかね。はい。まあちょっと読みましょうか。 レガシーのシステム拡張機能について、拡張について、一部の拡張機能拡張は今後リリースするバージョン MacOS のえ総合性がなくなります。システム拡張は Mac の機能を拡張するためバックグラウンド動く類のソフトウェアです。一部の Apple、カーネル拡張をインストールします。それら一種のシステム拡張ですが、めんどくせえな、読むの <laughs>。ま、とりあえず、 対応してないソフトが出てくるよということだと思われますけれどもうんまああのアプリの開発者がまあ OS をこう例えば Windows 例えばわかりやすい例で言うとた Windows XP に対応してるけど Windows 10に対応してないよみたいな感じとかねだからその Windows 10に対応するためにフリーソフトウェアとか有料ソフトウェアをアップデートしたりとか えーまあ、僕はセキュリティソフト e e e イキャノンキャノンのやつ E セットを使ってるんですけどたまにその E セットを使ってると OS アップデートしたときにあの,そのソフトウェアもアップデートしてくださいとそれに対応するようにアップデートしてくださいみたいに出てきたりとかするんですけどもうんまあね Mac ねこれね あれなんですよねマックのちょっと裏話というかマックの売り上げを上げてるその、うん、これなんかねアメリカでも裁判になったようなアメリカで裁判の国なんですけどお前を OS アップデートしすぎだと <laughs> なんかあの Windows と Mac の違いって Mac って OS を無料でアップデートしまくるんですねで Windows の場合は OS をアップデートすると有料課金するじゃないですか 例えば Windows、まあ、Wind 10に移行するときは無償アップデート期間ありましたけど基本的にその OS を売ってますよねで、えー、Mac の場合って OS は無料で配ってますよね例えばバージョン何本になった OS がじゃ家電量販店に売られてるとかないじゃないですかうんだから基本的に OS はアップデートするんですけど Mac、えー、の戦略の一つとして言われてるのが OS をガンガンアップデートすることによってその OS に対応する今度デバイスを新商品で出すんですよだから結論機能は良くなるんだけどその機能を、えー、使うためにデバイスを新しくしないといけないで Apple はデバイスを売ってる会社でもありますよねうんまあほぼ収益構造がデバイスなのかなうん まあ iPhone だったりとか最近で言うと一番売り上げを作ったのが AirPods の Pro これがめちゃめちゃ売り上げいいみたいでまあそういうのをデバイスを売ってますじゃあデバイスを最新のデバイスを新商品売るために OS をガンガンアップデートするとでその裁判になってるのが、うん、そりゃ意図的にやってんじゃねえかみたいなね <laughs> まあでも意図的にやってんじゃないですかね <laughs> これは <laughs>。 うんまあ、デバイスを売って売り上げを作ってる会社なんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないかもしれないですよね。最新のもの新商品を売るために OS をアップデートしてその新商品だとその OS がうまく動くよみたいな感じですよね。うん、だからまあ新商品まあね古い商品がずっと売れ続けるんだったら別ですけども。うん、だからこの、Mac、のの Mac 戦略っていうのは 客観的にこう分析して一つの学びがあるのかなっていう。o s フリーでばらまくけどデバイス買ってねみたいな。うん。まあそんな感じですね。はい。ということでレガシーのシステムについて僕の見解というかね、まあ、お話しさせていただきました。ありがとうございます。